あ、いいな、口湿らして。撮れてますか？撮れてますか？撮れてます。はい、あ、中さん、田辺、中さんと田辺声に来てるのでね、よろしくお願いします。なんなんですか？逆に何なんですか？喫煙所前吸わない。いやいや、じゃあ来てっていう。おかしい、じゃあ寒いんですけど。皆さんにちょっと内緒にしてたことがあって。え、なんかショック受けんじゃないかな、これ。え、何？私タバコ吸ってました。知ってたよ。なんかまさかね。違う違う、知ってたよ、知ってた、知ってたよ。だって歯が黄色すぎるもん。いや、これは本当にそのみんな知ってるよ。元来の、元来の人間の歯の色と歯医者さんはおっしゃってました。いやいや、タバコ吸ってないとそんな黄色くなんないって。いや、はい、タバコ吸っててもこうはなんない。なんないのか。で、そんなね、私たちの、もうこれ知ってほしいなと盛り上がったんですよ。てか、その喫煙所で盛り上がったのよ。そう、ああの、今までどんなタバコ吸ってたっていう、タバコ遍歴辿ってきた道。はい、じゃあそれ喋るっていう。いや、オタクあるあるチャンネルですね。いや、どこがどこがよ。じゃあ行きます。じゃあ私のタバコ遍歴はこちらです。おお、はい、じゃあ一個一個ね、触れていきましょう。いいね。あ、いいんだ。いいね。いいんだ。改めて見ると閉まってるね。うん、なんか僕最初あの赤丸だったんですけど、あ、すいません、金丸ですね最初。ごめんなさい、最初忘れてました。金丸です。金丸だ。あ、金丸です。金丸、金丸です。で、これなんでかっていうと、まあ、大学生の時ですね、あの僕の友達でなんか浪人してるやついたんですよ。なんかそいつがずっと吸ってるタバコがミネっていうタバコだったんですよ。ミネ、うんうんうん、聞いたことない。レアタバコですね、うん、ウルトラレア、ウルトラレア。ありがとう、分かりやすく。いや、なぜなら金ピカだから。あ、パッケージが、うん、パッケージ光ってる。で、漢字一文字ミネ、ね、かっけえ。そうそうそう、めっちゃレアじゃん。ラララララってこと。ラ、分かりやすく教えてくれてありがとう。で、それ吸ってて、なんかちょっと憧れがあったんですよ。ミネかっこいいなみたいな。そうそう。で、さあとそいつが吸ったのが金丸だったから、うん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 、で、金丸吸ってみようかって、はい、最初に吸い始めました。なるほど。で、金丸か次赤丸でいきましたね。赤丸、うん、この代表的なやつだよね、うん、M って書いてある。だからブラマジ、ブラマジ、うん、ブラマジぐらい有名。ブラマジぐらい有名、うん、まあもう本当にザ・タバコ、うん、もうタバコの真ん中じゃない、これが。本当にそうですね、うん、タバコの真ん中。丸っていうのは丸ボロ。あ、丸ボロ、マールボロの。マールボロね。マールボロじゃなくて、マールボロ。マールボロってだ。え、コンビニとかで誰か買ってるとこ、あの、ここ見てみ、レジの表示名。マールボロ。そうなの。あ、マールボロか。で、まあ、次セッタ、うん。カレーはね、もう、まあ、ちょっとタバコを深めたって感じがしますね、なんか。で、セブンスターですね。あ、はいはいはい。ちょっと重くなってますね、だからここ。お前久々に吸ってみたんですよ、セッタ。本当にね、スロットやってた時を思い出しますね。あ、もう特にこの時スロットやりながらタバコ吸ってたんで。まあそうだよね、大学生だから。はいはいはい、はい、大学生ってそうじゃん。そう、大学生って主食だからね、スロットとタバコがね、うん、あっ、うん、特にあの時代はスロットあったね、本当に。エヴァとかだ。なんかテンションいくな、スロットの話してるのよ。スロットせっかくスロットなんか分かるんですね。だからもう、もう露骨にやってたよね、あのドヤタバコね。はいはいはい、ドヤタバコっていうのがある、ありまして。じゃあもう一番わかりやすい、例えばじゃあもう何か当たりました、はい、じゃあボーナス確定って出ました、すよ、そうで、一回もうだから、そ、じゃあジャグラーね、パンってこう、あ、ペカル、ペカル、はい、僕ら当たってるよね、うん、したらもうすぐやればいいじゃん、うん、だけど何も回さないで一回吸う、落ち着かせるってこと。いや、いや、なんかこうで、この空間を開けて人が今、はい、光ってるよ、俺は光ってるよ、あ、見せつけてるってこと。それがドヤタバコ。あ、そう、そうなの。初めて聞いた。うん、そうすることによって、あとこのダイトのね、このあのタバコのこの煙取って、体温もね、こうあの融合してって当たりやすくなるからね。当たりやすくなる。で、次吸ったのがラッキーストライク。あ、聞いたことある。いや、ど真ん中ですね。ど真ん中です。うん、まあこれは、うん、あの、うん、僕のね、好きなあの千葉祐介がね、うん、そう吸ってたタバコなんでね、はい。千葉さんだね。だからそれはもう憧れで吸いました。だからソフトです、これは。え、まあそれそうだ。あ、ソフトは違うんです。パッ、あの、この、ここですね。箱が、あの、紙の、これ柔らかいのあるじゃないですか。うん。と、これが、これがボックス。これがボックス、箱だから。
あ、紙になってるってことね。紙っていうか、そう、なんか柔らかい。柔らかい、ソフト、はい、あ、なるほど、はい、あれソフトって言うの。そう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 、ソフトボックスでもだいぶやっぱ流派というか、なんかね、うん、好みありますから。変わりますね。で、次は丸め、まあ、まずは丸ボロですね。丸ボロメンソール。あ、メンソール、あ、うん、スースーするやつ、緑のやつだね。うん、うん、僕あのピザデリバリーのバイトしてたんですけど、そこの店長がしてたんですよ。はいはいはい、うん、それでなんか影響で吸い始めましたね。これは上の人が吸ってたりするね。なんかそういうのあるんですよね。やっぱ結局タバコって周りの人が吸ってもらってみたいな、周りの影響だ。最初吸う時だって周りの影響じゃないですか、うん、大体何かの影響ですからね。二人もそれも影響だもんね。タバコも吸ってたんですよ。タバコはそう、煙にどんどん巻かれてくる。あ、こうね。どんどん。次ハイライト。はい。ハイライト。これはもうね、手軽にガツンと来れるタバコですね。結構。あのハイライトって書いてあった。これ緑ですか？青。青です。うん、ガツンってくるってことはなんかタールとかなんかそういうのが多いと。まあ割かし14ぐらいだったと思う。うん、ああ。はい、10超えると大体、あ、ちょっと重いなっていう感じ。ああ、なるほど。じゃあ14相当。なんか車乗ってる人がすげえ吸ってるイメージだな。あ、そうなの。なんかダッシュボードにハイライトみたいなイメージあるの。そういう車に乗ってきたわけじゃないの。知らないけど。かな。え、コンビニとかで売ってる最大の量ってどれぐらいなの。最大の量って何。あ、その14でしょ、それが。もっと上があるとか。あ、まあ、20とか。うわ、うん、それ言ったらもう相当やばいわ。うん、20なんてね、もうえぐいよ、うん、吸いたくないよ。人間の質問じゃねえ。マジで吸いたくない。いや、あ、そうなんだ。それ、そういうのも売ってんだね。いや、お酒とかってそうじゃん。あ、あ、まあ、ある程度高すぎるとね。なっちゃう。あ、それタバコ、お酒ハイライトだから、その中でもまあマイルド、うん、あ、なぜならだってね、ライトって書いてるんだ。あ、そうね。でもハイトも書いてある。どちらが取るかって話よ。うん、高くてマイルド。うん、で次アメスピ。まあこれもう、はい、知ってるんじゃないですかね。アメリカンスピリッツみたいな。アメリカンスピリットですね。その漫画になっちゃうんですよ。アメリカンのスピリッツになっちゃう。アメリカンのスピリッツ。アメリカ版のスピリッツになっちゃうんで。アメリカンスピリットか。うん。まあアメスピのこれ王道、これもブルーアイズじゃない今や。これだいぶ長かったですね。これ吸ってるの。これ黄色です、ちなみに。うんうんうん。もう王道だ、王道だ。なんかいろんな色があるイメージ。うん。うん、で色によってはあの重さとかね、変わってくる、ね、あとメンソルダーとか、ね、わかりやすいです本当に。これはもうタバコの中でも本当、うん、サラダだね。サラダ、なぜならもう本当に不純なものが入ってない。本当に添加物一切なし。そう、めちゃくちゃオーガニック。めっちゃオーガニック。オーガニック体にいいタバコ。吸えば吸うほど健康になる。いや、いや、そうですよ。オーガニックってそうですもんね。タバコはなんないよ、悪くない。違う、アメスピはそうなの。信じらんないと思う。本当に信じない。ごめんね、なんかさ、これ信じらないと思うんだけど。信じらんないよ。やっぱ吸った時も全然違うもん、感覚が、うん、やっぱアメスピだけ長いのやと。あと長い、長く吸える。やっぱ金ないからずっと。あ、全然減らないってことね。これだってアメスピ1本吸ってる間に他3本吸えるよ。え、やば。これとか3本吸えちゃう。うん、え、じゃあめちゃくちゃコスパがいいってこと。だからハンマユージローがタバコ一吸いで、そう、ね、あのビリーってやったじゃん、あのハマキか、うん、あれできない。できない。ユージロー、ユージローあれできない。ユージローが一吸いで吸えないタバコ。へー、唯一ない。F ってなっちゃう。うん、F ってなる。ユージローが F ってなるタバコ。で、そこからいろいろつきまして手巻きに今、うん、はい、手巻きですね。こうやってこうシャグポーチ入れてね。やっぱこれいいですよ。これもあの手巻き。パルプフィクションでね、あの巻いてたりしたんですよね。映画ですな。まあ、あれは普通に大麻とかかもしれないけど。いや、ちょっと怖いよ。いやいや、大丈夫。やっぱドンキとかに売ってるから、はい、そうなん、フレーバー系がすごい好きなんでね、今はね結構メイプルにハマってますね。あ、メイプル、なんか最近メイプル臭いなと思ったら、はい、メイプル臭いってでしょ、うん、え、あのその甘い感じがするってことじゃん。すっごいこれ、うん、すっごいもうメイプルよ、近くに来たら。ああ、メイプル、あ、ホットケーキじゃん。そう、ホットケーキ、すげえ、ホットケーキ。じゃあホットケーキの味がするってこと。これがね、味は別にタバコなんだよね。この周り、副流煙というか。あ、はい、副流煙、はい、うん、あ、それが匂い。うわ、すごいよ。メーパーあるね。あ、くるくる。手巻きも、ね、手巻きは何がいい。まあ、安い。あ、なるほどね。あと自分好みにできる。あ、カスタマイズ、あ、いろいろ、うん、調合できるからね。調合って、あ、だからこの葉っぱだ、この葉っぱを、うん、いろんな味、2つの味あるとしたら、まあ、混ぜてるから。じゃあ自分好みできる、めっちゃいいね。あとドリンクバーみたいなもん、ドリンクバー、ドリンクバースカルビス入れてコーラ入れてる。そう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 、めっちゃいいじゃん。そうなってくる、楽器か。めっちゃ全部
紙だってそうだし、そのフィルターって違ったりするから全部自分で選んでカスタマイズできる。あ、すげえ。これ自体にバニラの匂いついてるとかもあるから、めっちゃいいじゃん、カスタムロゴ好みになって。あ、そうだね、いろいろつけて。そう、タバコ界のカスタムロゴ、うん、かっけえ。嗜好品だからやっぱシャレないと。そうね、うん、なるほど。結構多いよね、うん、そのおしゃれ。これがだからそのイキリというか、おしゃれとかかっこいいの総合本山じゃない、うん、最後こう、これはちょっと憧れというか、まあ、僕が来年やろうとしてるのはパイプですね。パイプ、まあ、パイプまで行ったらもう本当にもう極みだよね。パイプ、あらあら、来てる来てる、来てるって言ってるじゃない、パイプ。ごめん、パイプ、このあのシャーロックホームズ、探偵のやつ、シャーロックホームズ、うん、マジで、うん、探偵のやつ。あれ、吸ってる人見たことねえ俺、うん、ちょっとやばいよね。やばい、やばいんじゃない。あれなんかすごい長いらしいんですよ。長い。そっか、だから30分40分ぐらい。休憩中に飲みながらとか、飲みながらパイプとか吸ってみようかなって。腹立つよ。いや、まあ、それに関しては嫌な感じするんじゃない。愛煙家の私もね、ああですけどね。まあ今こんな感じですね、はい、現状手巻きです、なるほど。ありがとうございます。結構吸ってるね。え、それでは私は熊井タバコやめろよ。いつもだよ。で、その後にチェチェチェ基本、あの、私ってタバコ何でもいいんですよ。坊主やべえぞって言って俺も赤ぶつてたからね。でもなんかな、そんなじいちゃんになるはずないと思うんだけど、うん、昔は俺らコテツだったんじゃないような大鉄。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイント4000払い、チャンネル登録をさせる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30